ルプレシロバンソンは、フランス、イルド・フランス地域圏、オードセーヌ圏のコミューン。ラペピニエール地区、ルプレシロバンソンは、パリから約6キロメートル離れている。境界を接するコミューンは、クラマール、フォントネオ・ローズ、そう、シャトネ・マラである、ラビーセンのロバンソン駅を要する。コミューン東部は、ラペピニエール地区と呼ばれる、新興住宅地で、平坦な緑地の広がる丘陵に、 サーモン色の3階から5階建ての集合住宅が10棟並ぶ。2000年よりコミューン中心部の再開発が進められている。839年に存在が初めて記された時、サンジェルマンイコールデイコールプレシュ動員に属する協議会の土地として分割されていた。1112年、検証を与えられサンジャンバティスト教会が作られた。13世紀には、 プレシラウールが漁師となっており、15世紀に割るプレシピケと呼ばれた。フランス革命期にはプレシリベルと改名させられていた。現在のコミューンメイロバンソンとは、スイスの作家ヨハンダビット・ウィース作、スイスのロビンソンに由来する。1840年代、パリのレストラン経営者、ジョゼフ・ゲウスカンガル・プレシピケに、スイスのロビンソンに登場するような樹木の上に小屋を、 備えたギャンゲットを建てた。彼はこの店を、オーグランドバンソンと呼んだ。彼の店が成功すると、別のギャンゲットが次々でき、この地区は、ロバンソンと呼ばれるようになった。1909年11月12日、コミューンは、正式に、ル・プレシ・ロバンソンに改名した。レシー・フォトス、レ・グランデス・デイツ・ジュバンティエム・シェクル・エイプレシ、ロビンソン、 サイトデラマイリエジュプレッシュロビンソン2010年1月11日閲覧ありがとうございます。